さあ、それでは最強のリザードをデデンネで葬っていきましょう。よろしくお願いします。まずは実際の映像から、型はね、割ってからいきましょう。まずは勝てるのかどうかですよ。結論から言うと勝てるのですが、ただ運が良かっただけの可能性っていうのもありますよね、レイドは。なので、じゃあもう一回やってみせてよと言われてすぐにできるのが正しい攻略ということだね。いきます。うん、そりゃ、ちなみにソロなので他の人は、まあ俗に言うコンピューターですね。よろしくお願いします。さあ、開幕の一撃飛んできますよ。オーバーヒート。あら、いつもデデンで狙ってくるのに今回は狙ってこなかったね。むしろ運がいい方なんだが。さあ、オーバーヒのデメリット消していく。回電波お見舞いしてやるぜ。お相手の特攻ダウン。これで全体の場持ちを良くしていきます。おやおやおや、運が良すぎますね。ちなみに、通常のパターンだと今頃デデンネおねんねです。はい、なので今回は相当運がいい方ですが、このまま継続していきます。モンジー効かんね。ちなみに火傷をもらった状態で勝つことができたので、今回はそういう意味では運がいい方だね。すでにお相手の能力値はズタズタ、なんか全然当たらないね。なので砂かけとかも結構今回は有効ですね。もともと命中率が低い技を使ってくるのでね。さあ、お前のエネルギーいただくぜ。ふ、効かない。どんどん押してくぜ。そら、ふっふっふ。リザードンから得るエネルギーで体力をキープしていきますよ。燃えんね。いや、威力がどんどん上がってきましたね。メトロノームの倍率が現在 1.4 倍かな、最大2倍まで上がるらしいので。つうか今回リザードン君喉の調子が散々ボコったからか、ちょっと調子悪いですね彼。ですがこの時点ではダメージ受けようが受けまいが一緒なんですよね。ドレンキスで回復しますからどっちでもいいよ。問題は後半戦です。アルティメットデデンネ爆弾、最強はどちらか、その身に教えてやろう。そりゃ戻りや。まあまあ、さて、味方のステータス変化の特性が書き消されたが、こちらはバフ入ってないので、なんならバフ技ないのでね、デデンネは。おっと、またしても今回も燃えちまったか。こいつ火傷率いじってないですかね。さあ、シールド展開。ソロなのでこのバリア干渉できるのはほぼプレイヤーのみ。私がやらねば、デデンネがやらねばならない。さあ、破壊するぜ。そい、あと 4,5 発ってところでしょうか。さあ、リザードンの行動大文字ね、全然自分のデバフとかを解除しようとしないんですよ。これはいろいろな、すでにドラゴンピースが200個に迫るぐらいやってるんですけど、まあ全体を共通してそんな感じです。なんでサポート技とかがかなり有効な相手っぽいですね今回は。ウォーフー、最強技です。エラバースト。うわっ、フワライドくんが。ですが回電波のおかげでなんとか持ちこたえてる感じっぽいですね。さあ、どれだけ削ろうともドレインキッスがある限りデデンネは不滅なり。体力半分切った。チュッチュチュー、そろそろ本気きますよ。まだかな。ゴフー、混乱ここで入んのはまずいな。タイミングが最悪すぎるな。一旦回復するか。癒しのエールよ。というのも混乱は解除されるかな。これちょっと状況が良くなさすぎる。やけども消えますし、これでよしよし、みんな頑張ってるよ。ですがそろそろリザードンが本気を出してくる頃合いです。効かん。ドレインキース。
これでもリセットされるのかね、応援でも。威力には分かります。リセットされてなさそうかな。よし、回復。混乱も治ってますね。素晴らしい。負け筋としてはね、やっぱり暴風の混乱が一番大きいかな。ただ 30% 自爆なんで、それで自爆する人は多分何やってもダメなので、あんまり気にしなくていいと思う。で、ここら辺からリザード2回連続でこっち殴ってくることあります。それが痛いので、なんとか。よし、バリア破壊。なんだこの安定感は。素晴らしいね。結構な不運に見舞われていますが、勝てそうですよ。効かんねえ。おお、連続攻撃。効かんねえ。うえ、痛いんね。回復してくんねえかなと思ったけど、今回はソロなのでそれは期待できねえ。3連続はあかんやろって思ったけど、不笑いでやったわ。あぶね。頼む、起きてくれ。デデネちゃん、さすがデデネ。お遅いぜ。おっしゃ、来た。なんかさっき3回ぐらい動いてたもんな。その分行動が遅れたか。お覚悟。というわけでデデンネ完全勝利。最強の称号はいただいていきますよ。お前のそうエキスから得られるエネルギーは美味しかったんね。あばよ、出直してきな。シュー。はい、というわけで報酬はこんな感じなんだけど、微妙に良くないな。はい、デデンネめちゃめちゃ安定してたな。これあれですかね、リザードン攻略動画にもデデンネってラインナップに入れてもいいです？ダメです、連打で勝てるからな。はい、さてさて、ではでは、そんなデデンネの方をご紹介しましょうか。メトロノーム持たせていました。そして技構成はこんな感じ。今回はね、ドレインキッスが使えるかどうかがレイド適正にかなり影響あるかなって感じがします。デデンネ自身はステータス足りてないんですが、回電波という弩級に有能な技を使えるので、これのおかげでね、なんなら最終的な安定感はむしろ増していた気がしますね。かなり余裕でした。ほっぺスリスリとかは状態異常が解除されたりするのであんまり強くないかな。うん、まあお祈り用ですかね。で、万が一ドレインキスの PP 足りなかった時用のマジカルシャインです。ここを仲間作りに変えることで相手の3パワー引っぺがすこともできます。そしてステータスはこんな感じの、特殊ゴリラですかね。はい、もともと足が速いおかげでリザードンよりは上が取れます。はい、なんであとはドレインキス連打ということで、まあデデンネさん、これ野生さんをそのままカスタマイズしたやつですね。特訓もしています。ここでは見えねえか、ボックスか。よいしょと。まあなんで金はかかっていますが、今のように立ち回ればおおよそ勝てる。なんならデデネさん一回自爆してたもんね。はい、なんである意味安定するデデネさんをよろしくお願いしますってことで、今回の最強デデンネ会以上で綺麗に終わりたいと思います。ありがとうございました。